はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今回ですね、何をやっていくかといったら、本日のアップデート情報をお話しさせていただくんですけれども、ですね、えげつないえげつないって言っていた霊園特徴はどうやら来週来るようですね。2月の26日のアップデートで追加なようなので、それまでね一旦ステイで、今日のアップデートのお話をしていこうかなと思います。本当にね、2月の26日までは来ないので、とりあえずじゃあ来ないものを考えても仕方ないということでね、そこには軽く触れつつ今日何が来てるのかっていうところを見ていきましょう。さあまずはレジェンドマッチね、来ましたね。あとは曜日マッチの内容が新しくなりました。こちらも面白くてですね、台湾の選手かな、結構新しい面白い国の選手も来ておりますので、またね、明日か次回以降の動画でね、曜日マッチ詳しく見ていこうかなと思います。で、新ガチャがねこちら来ているんですが、この新しく追加された新ガチャは、来週オランダのガチャが来るので、正直引くべきではないかなとは思うんですが、それでもね内容はすごいんですよ。本当に強い。もう最近やっぱもうみんなバキモンじみてますよね、強さがね。新しく追加されたのはカリム・ベンゼマ、アレッサンドロ・フロレンツィ、トビアル・デル・バイレルトですね。レアル・ローマ、トテナムかな、フロレンツィってローマだっけ。でまずベンゼマ、ゴールハンター、フィジカルキングのポストプレイヤーにグレースシュート持ちと、いやー強いね。総合値も1万超えてるしね、普通に強すぎてね、何も言えねえぐらい強い。でアレッサンドロ・フロレンツィね、ライトサイドバックのバランスサイドバックで、スパサブ根性ということで、根性あるならスパサブいらないでしょうって思っちゃうんですけど、ただもう一個の特徴ホークアイですからね。で最後がトビアル・デル・バイレルト、総合値も1万超えてて、貴公子超回復、貴公子持ちめちゃくちゃ嬉しいですよね。最近やっぱりパスカット、前線からのパスカット流行ってるので、アルデルバイレルトみたいにね、パスの能力が高くて貴公子持ちだとね、パスでミスしてパスカットされること少ないのかなと思いますので、すごい優秀。さらにイコネとかもゴールハンターとフィジカルキング、ちょっとねもしかしたら画面上名前見切れちゃってるかもしれないんですが申し訳ございません。これが今ヴィゼルですね。ヴィゼルも内容優秀ですし、本当にね、バロテッリも特徴優秀ですし、今回のこのガチャね、星5の確率 12% なんですよ。で1回目で、1回目 2000GB でできて5000、50連ごとに欲しい選手1人確定、ファンダイクとかもいますからね、これ、だいぶ、強いというかね、誰が出ても強い、しかも 12% なんで、もしかしたらレーン特徴を変に追うより 12% のこっちやった方が本当にね、まだまだ弱小っていう方は強くなれるかなと思います。星5確率も高いですしね、ステップ2で1人確定、どの選手が出ても強いぐらいのガチャですから、今回本当にね、って考えたら来週どんだけすごいの出すんだっていう話なんですけど、恐ろしいですね。本当に来週の連特徴が私は恐ろしくて仕方ないんですけど、はい。さあ、そんな中でですね、お知らせの方で見ていったら、わかるんですが、今回のね、アップデートが来まして、連特徴の選手はね2月26日でオランエスカウトとこちらで来るよということです。ちょっとここね、さりげなく見ていくと、レーン特徴センターの躍動ということで、真ん中の選手ね、CF、OMF、DMF、センターバック、情報通りですね、バフが入りますよっていうような特徴になっております。で、あとはフォメコン特徴追加っていうことで、得意戦術の変化。わかりやすく言ったらですね、今回のオランエスカウトの選手は、リ・インビーチビリの絆を持っていますので、リ・インビーチビリに配置することでね、得意戦術がカウンターに変化するよっていうね、これも強いですよね。本当に強いね。ただ私、マルディーニいないので、生放送でも突っ込んでくださった方いたんですけど、私、マルディーニいないので、カウンターに変化されたところでって感じするんですけど、そんなこと言っても仕方ない。で、こういう変化とかね、本当に優秀な、一個また次元の違う選手たちがね、追加されるんですが、このね、特別ログインボーナスのところで、連特徴とかを持った選手たちがね、一応星4で配布されるということですので、それもありがたいところですよね。
で、あとはここね、これね、結構ちょっと個人的にはありがたいところ。ショートパスって今まで結構その無駄なショートパス多かったじゃないですか。なんでね、ショートパスつける意味ないみたいなことはよくあったんですけど、それがね、いい、ちょっと改善されたみたいです、AI が。でさらにスピードの値が1500以上のケースにおいて、あんまり意味なかったよっていうのが、意味あるようになったと。攻撃意識、守備意識をより効きやすく調整、要するにカバー、サポート、オーバーラップなどの攻撃、行動範囲に影響するとかね、まあ、かなりいい感じに AI に調整が入ったので、今までみたいな不自然な動きっていうのが少なくなるのかなと思います。またアクセサリーがね、簡単に装備できたり強化できたりっていうところの細かいところに手が届くアップデートも来ておりますので、そこも嬉しいやつですね。であとはログインボーナスだとか、ログインボーナスの他にもですね、ミッションだね、ミッションの報酬が美味しくなっています。星5確定スカウトチケットを今日大量にもらえた方もいたんじゃないかなと思うんですけど、ミッションのおかげで覚醒専任コーチとかもたくさん手に入るのかな、うん、確かね、っていうような感じのアップデートになっております。で、じゃあ今回ね、まあ、やっぱりその、まあ、オライエンスカードは来週ですので、レジェンドマッチ、まあ、一応今回1週間の目玉ということで見ていきましょう。今回のレジェンドマッチはライトウィングのオリバーですね。ライトウィング、うん、エルオリバーでライトウィングだからレフトウィングってめちゃくちゃ勘違いしちゃうんですけど、さあ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 、まあ最近ね、ガチャのインフレやばすぎてレジマの総合値がかなり低いように見積もられちゃってるんですけど、まあそれでもまあまあですよね。特徴は連携と、途中出場ということで、まあ、スタメンで起用するよりはと真ん中から出した方がね活躍してくれるのかなと思います。で結構ドリブルに曲振りしてるようなタイプのプレイヤーですね、オリバー。こんな感じ、ドリブル能力値は4000あるけどシュートパスに関しては1000もないね。まあ、キープ力、そしてあとはトラップの能力値がすごい高いので、右の高い位置にね、配置して高い位置でトラップして中に切り込んでくれることを祈るのがいいのかなと。エリア内仕掛け意識とかを上げるとね、もしかしたらいいかもしれませんね。フロリンツィの超特急ということで、うん、まあそんなところかな。フィレンツェのちょっと、もうダメだ、もうカミカミで、フィレンツェの超特急ね、うん、まあ悪くはない選手なんですけれども、特徴とかはね、まあポジションとプレスタとかから見るとなかなか今の流行りではないので、正直いなきゃ困るってほどの選手でもないかなと個人的には思っちゃいますね。一回やりましたよね、なんかのレジマでこれいらなくねみたいな。ポグズも結構まあ使うか使わないかで言ったら悩ましいところだったんですが、まあそれでもですね、ライトウィングで総合値8000、まあいろいろやったら9000乗るタイプのプレイヤーって本当に少ないですし、無課金だとね、そういう選手ってなかなか手に入れられないと思うので、今回もねしっかり、まあ今回その監督に進化するあれとかもないので、うん、変にね周回する必要もないのでしっかり回り切りましょう。一応ねやっぱり今回そのまあ次回以降の話にはなってしまうんですが、このレーン特徴のね予告の部分とかでこれだね、フォーメーションコンボレーン特徴を持っている星4選手のフリット、バステン、ライカルト、ログインボーナス一応星4でもらえるみたいなので、まあ、この星4限界突破したらね、まあ、総合値7000ぐらいいくのかな、多分貫突でね、おそらくね。で考えたらまあまあ星4限界突破させて使うっていうのも SWCC とかでは一つの手なのかなと思いますし、まあ年末年始そして年明けとねガチャラッシュで、なかなかねもうちょっと GP 残ってないよっていう方もね、多いと思います。そこでね、まあ、無理にガチャさんは引かなくても能力値はもちろん絶対性能落ちるんですけれども、まあ、似たような特徴の星4がもらえるというところは一応あるようなのでね、そこに関しては安心していただけたらなと思います。はい、まあ、次回のねアップデが楽しみなんですけれども、またね次回のアップデまで1週間ありますので、このまあレジュマやりつつね、来た予備マッチで、まあ、いい選手がいるときはその予備マッチやりつつね、まあ、ちょっとずつやっていくのがいいのかなと思います。ってことでですね、今回はこんな感じで解説させていただきました。じゃあ実際にね、まあ、ミッション達成ボーナスがかなり豪華になっていますので、まあ、私の場合はねもう達成してあるので、このねアチーブだね、こんな感じで、まあ、チケットもらえたり覚醒素材もらえたりね、で専任コーチに関してはもっともっと私もらえますので、40年目までかな確か、なんでもうほぼほぼ多くのプレイヤーがもう余裕でもらえるのかなと思いますので、こんな感じでね、まあ、15年の分でまたもらえて、
これが20年目の分でもらえてって感じで40年目までもらえますので、まあ来週のねやばい選手たちが来るのに備えて今週1週間レジャマネやってね、呼び待ちやって、ゆっくりまあちょっとね気楽に行こうかなと思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はねぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。